エンゼルフィッシュ、または、天人医師大は、南アメリカアマゾンガー水系原産の淡水魚であり、干渉用熱帯魚の代名詞の一つとも言える、シクリットである。分類上では、鈴木木、ベラアモクシクリットかエンゼルフィッシュ属に分類される3種類程度の魚を総称して、エンゼルフィッシュと呼ぶ。全長12から15センチメートルほどで、体は、この葉のように左右に平たい。 さらに背びれと腹びれ、尻びれが長く発達していて特徴的な縦長の体型をしている。品種改良された飼育個体の体色は変異に富むが野生個体は銀白色で体側に褐色の三本の横縞がある。名前は大きなひれでゆったりと泳ぐ様が天使に例えられたものである。最近はエンジェルをエンジェルと読むのが一般的だがこの魚は エンゼルも通用する。また、英語のエンゼルフィッシュは、エンゼルフィッシュの他にも、蝶々魚に似た、海水魚、巾着台類を意味することがある。英語ではエンゼルフィッシュを、フレッシュワターエンゼルフィッシュ、巾着台を、マリーンエンゼルフィッシュとして区別する。アマゾン川流域を中心とした南アメリカ北部に、分布し、水の流れがあまりない水域に生息する。水中では、水草や、 樹木の陰に止まっていることが多い。植生は肉食性で、昆虫、貝類、甲殻類、糸ミミズ、魚卵、小魚などを捕食する。よって、飼育するときも口に入るようなタンクメイトと一緒に飼うのは避けるべきである。産卵ワイは、水草、水中に垂れ下がった木の葉などで行われ、一箇所に千個、ほどの小さな卵を円状に並べて産卵する。押すと、 メスは産卵後も残り、卵と稚魚の世話をする。ただし、親が稚魚を食べてしまうこともある。また、ネイモーナ種の多いシクリットの中では、比較的温和であるものの、やはり多少の縄張り意識を持っており、自分の縄張りを主張して、他の魚を攻撃することがあるため、混泳水槽での飼育には注意が必要。特に小型の魚は、捕食対象にまでなりうるので、 より慎重な配慮が求められる。原種3種の比較エンゼルフィッシュは次の3種類が原種とされているが、分類上はっきりしない部分も多く、デュメリリーエンゼルとスカラレエンゼルを同種とみなした2種とされることがあるほか、PMK というスカラレエンゼルに酷似した別種も、加えて4種とされることもある。鮮やかな大色の改良品種サンセットブラッシングベールエンゼルフィッシュ、日本に エンゼルフィッシュが初めて輸入されたのは1930年頃と言われ、それ以後多くの改良品種が作出された。特にスカラレダネは多くのバリエーションがあり改良品種の元となった。ダイヤモンドマーブルエンゼルのように複数の品種の特徴を合わせ持つ場合もある。ありがとうございます。